ライオンズ先発は田畑、プロ2年目のこのピッチャープロ初のスライド登板ということになりました。その田畑の立ち上がり、先頭バッターの茂木がフォアボールで出た後、ペゲーロ、早くも今シーズン4本目のホームラン、ツーランホームランで2点を先制しました。イーグルスこの後です、ツーアウトを取られた後、銀次島内連打で作ったチャンス、岡島がタイムリーで返します。今日もスタメンの岡島、タイムリーで期待に応えました。これで3対0とします。イーグルス先発則本、今日は中7日でのマウンドでした。3回です。このワイルドピッチで一塁ランナーの木村文が三塁まで行きました。でこの後ワンアウトランナー三塁一塁で浅村、ライトにタイムリーで1点を返します。で今度はワンアウト満塁で栗山を迎えます。栗山はセンターへ、これが犠牲フライになって三塁ランナー秋山が戻って、この回2点を返したライオンズです。さあゲームはそのまま4回に入ります。でライオンズこの回ワンアウトランナー三塁のチャンスで木村文香、これがセンターへ同点のタイムリー、3対3とします。で則本またここも満塁のピンチ、浅村今度は引っ張ってのタイムリー、これが勝ち越しタイムリーになります。これで4対3、ライオンズ1点リードで栗山を迎えたところ、ここは栗山をセカンドゴロ、則本が踏ん張りました。しかしライオンズが逆転したこの4回です。4回です。まあ、先発の田畑がノーアウトランナー2塁1塁というピンチを招いたところ、ここで辻監督は2番手に大石、この大石がピンチを出しました。最後はウィーラーを三振でした。5回です。で則本は2アウトランナー2塁1塁というところで、秋山にレフトオーバーのタイムリーツーベースを許します。これで6対3、まあ、結局則本は今日は5回6失点、マウンドを降りるということになりました。6回はこの青山です。その青山から中村武也、これが今シーズンの第1号、この中村の一発でリードを広げましたライオンズです。7回はルーキーの高梨マウンドです。でその高梨が2アウトながら満塁というピンチを招いてメヒアを迎えます。しかしここメヒアをショートゴロ、ゼロで出したルーキーの高梨です。さあそして9回は、また今シーズン支配下登録されました今野が、久々の1軍マウンドということになりました。でその今野ワンアウトランナー2塁1塁で中村武也、中村今度はライナーで持っていきました。中村武也の今シーズン2本目おかわり弾になりまして、これで10対3します。9回はライオンズマウンド上小石が上がっています。その小石からランナーを1人置いて、こちらも今シーズンの第1号ということになりました。浜田、レフトポール直撃のツーランホームラン、これで2点を返して10対5。しかし、最後のバッター銀次見逃し三振でゲームセット。今日は10対5、ライオンズが勝利してイーグルスの連勝は3でストップした今日のゲームでした。